どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、ANA のタイムセール、発表参りましたので、本日はこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、先日ね、JAL のタイムセールが終わったところで、ANA のね、タイムセールがですね、やって参りました。いや、同時期にね、来るかなと思ってたんですけども、まあ、ちょっとずらしてですね、ANA の方がね、タイムセールをね、開始ということで、今回ね、ANA のタイムセール始まるわけなんですけども、この動画で出るのが8月の9日水曜日なんですけども、タイムセール開始なのね、明日、まあ、8月の10日0時きっかりということで、まあ、この動画見ていただいて、まあ、数時間後にはですね、8倍開始になるっていう風になりますんで、もしね、利用されたい方はですね、8月の10日ね、0時きっかりに予約開始になりますんで、この点は押さえてですね、ぜひね、チェックしていただければなと思います。ということで、早速ね、内容に行きたいなと思うんですけれども、ちょっとね、画面切り替えますね。それではね、ちょっと画面を切り替えてね、見ていきたいなと思うんですけども、こちらがね、国内線のタイムセールの公式サイトということで、販売期間は2023年の8月10日から2023年の8月の16日23時59分までっていう風になります。で、搭乗期間はですね、2023年の10月の1日から28日までということで、対象の路線はですね、北海道、東北、北陸、関西、中国、九州、沖縄など、路線便限定っていう風になっておりまして、まあタイムセールなんでね、期間中の路線便限定のため販売数、座席に限りがありますっていう風になりますんで、まあ今回のね、タイムセールで、価格で購入されたい方は、このね、8月の10日0時きっかりにね、予約、開始と同時にね、利用していただくと、タイムセールでね、購入することができます。で、またですね、注意していただきたいのは、まあ、今回ね、値段は、トップページに書いてないんですけども、この、運賃とは別にね、旅客施設使用料をね、この PFC って言うんですけども、これがね、かかってきてしまいますので、この点はね、対象の空港だけにはなりますけどね、この点は注意してください。で、今回のね、主な路線のね、運賃が出ておりまして、東京札幌、8800円、東京函館9900円、で、東京秋田8800円、東京大阪7700円ということで、まあ、いろんなとこ出てると思うんですけども、沖縄路線もね、今回対象で、東京那覇ですね、13,200 円っていう風になります。まあ、こういった形になります。で、今ね、この右側にね、出てると思うんですけども、これがね、昨日までやっていた JAL のね、タイムセールの、運賃価格っていう風になりまして、まあ、今回の動画ではですね、まあ、どっちが安いのかっていうところをですね、もう JAL の方はね、終わってしまったんですけども、まあ、一応ね、参考程度にね、見ていただければなと思います。ということで、ANA のね、運賃設定の一覧を見たいと思うんですけども、これね、ANA の方はですね、日によって、値段が変わるように設定されておりまして、まあ、それがね、もう細かく出てるっていう風になりますんで、ちょっと見づらくなってしまうんですけども、こんなんでいいかな。はい、これで映ってるかと思うんですけども、これだと、東京、羽田、札幌ですね。で、便によってね、値段が設定されているっていう風になりますんで、まあ、ここからここまでね、全部東京、羽田から、札幌路線なんですけども、こういった形でね、日によって、運賃がね、変わるような設定になっております。で、逆のね、札幌から東京、まあ、これもね、設定されているっていう風になりまして、まあ、これね、まあ、見た感じね、ほとんど値段一緒だと思うんですけども、一応ね、こういったね、書かれ方されておりますんで、まあ、ちょっとね、見づらい部分はあるんですけども、東京、札幌ですね、平日に関しては8800円ということで、土曜に関しては11000円っていう感じですね。まあ、日曜から金曜までは8800円。で、土曜日、日曜日が、あれですね、8800円の日もあれば、11000の日もあるっていう風になりますんで、まあ、これはちょっと場所によって違う感じがしますんで、この点はね、注意していただければなと思います。まあ、そんな感じですかね。はい。で、前回のね、JAL のタイムセールの時も、東京札幌は8800円ということで、値段は一緒ですね。で、次に東京伊丹。土日はね、8800円で、設定されているところが多いんですけども、まあそうじゃないところはね、まあ平日7700円で、利用することができるっていう感じですね。まあ、JAL の方もね、前回7700円でしたので、まあ、値段的にはね、ここら辺は一緒ですかね。で、次にですね、東京、福岡ですね。羽田、福岡路線ですね。こちらは12100円。平日だと9900円っていう感じですね。で、土曜日。
まあ、これもあれなんですね。本当に日によって値段が違ったり、まあ土曜、日曜だったらね、9900円だったり、まあ1万2100円だったりね、するっていう風になりますんで、まあここら辺はね、よくね、チェックしていただいて、利用していただければなという感じですね。で、前回の JAL の路線の価格は9900円なんで、まあ、本当にね、これは一緒ですね。はい。で、今回のね、タイムセール、東京沖縄路線ね、対象になっておりまして、でね、東京沖縄路線に関しては、もう曜日関係なく 13,200 円一律っていう風になりますね。ですんで、平日で行っても、土曜、日曜で行ってもね、値段変わらないっていう風になりますんで、まあ、これだったらね、まあ、土日に狙ってね、買っていただくのはね、いいのではないのかなと思います。まあ、便全部でね、あれ 13,200 円一律で、かかるっていう感じですね。まあ、帰りの便もね、見た感じだとほとんど一緒になっておりますので、まあこういった感じになります。これね、多分前回と JAL のねやつも 13,200 円で解説したと思いますね。これですね。はい、ですんでね、はい、本当に値段設定はね、前回の JAL のやつとかなり合わせてきてるっていう感じですかね。では次に羽田宮古路線ですね。はい、羽田宮古、石垣ですね。ここが、土日だと 15,400 円設定されておりますね。で、平日だと 13,200 円ということで、まあ、前回ね、JAL の価格は 13,200 円だったと思いますんで、まあこれもね、かなり合わせてきてる感じですかね。はい。こういった感じになっておりますね。ですので、まあ今回のタイムセールに関してはですね、ANA も JAL もね、まあ値段ね、本当に合わせてきてるっていう風になりますんで、まあどちら利用していただいてもね、いいのかなっていうところですかね。まあちょっとね、差があればね、ちょっと面白いかななんていう風に思ったんですけども、ほぼほぼ同じっていった感じに、ね、なりましたね。ということで今回ですね、ANA のタイムセール解説ね、させていただいたわけなんですけども、まあ前回のね、JAL のタイムセールとね、値段ほぼほぼね、同じに設定されているっていう風になりますんで、まあ前回のね、タイムセール、JAL のタイムセールね、まあ逃された方はですね、今回のね、ANA のタイムセール利用していただくのもね、かなりいいのではないのかななんていう風に思いますので、ぜひね、チェックしてください。まあ私はね、今ね、来年の夏休みのですね、ハワイ路線のね、ビジネスクラスね、特典航空券ね、予約をね、毎日ね、やっておりまして、ちょっとそっちにね、注力してるんですけども、いや、ビジネスクラスのハワイ路線ってね、全然取れないですね。はい、ちょっとね、もし取れたらですね、まあ攻略法みたいなのですね、皆さんにね、お話ししたいな、なんていうふうに思うんですけども、まあ平井さん、こういうやり方でね、特典航空券取れましたみたいなね、ありましたらぜひね、コメントいただければな、と思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が気に入った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントね、やっておりますんで、ぜひね、チェックしてください。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。